春は別れの季節。今日は一日失恋ソング三昧2018。うわ緊張した。はい、NHK FM が今日は、お昼の0時15分からずっと失恋ソング三昧と題してお届けしておりますが、この時間からは今この隣にいらっしゃいます山下達郎さんがゲストでございます。こんばんは、山下達郎です。よろしくお願いします。本物だ。なんすいません、なんか山下達郎様がこの時間に NHK FM っていう、昔あの FM あの NHK FM レギュラーやらせていただいたことがありますから、ですからあのでも三昧4回目なんですよ僕も。あ、そうですよね、お世話になってます。はい、ありがとうございます。はい、今日はあの失恋ソング三昧なんです。本当は去年、そうなんです、ね、もう本当しつこくお願いして申し訳ありません。去年ちょっと都合が悪くて、はい、だね、1年越しでしたね、はい、去年ちょうど裏で、はい、裏でというか、はい、どっちが表か分かりません、ね、NHK の悪い癖でこっちが表って言っちゃうな、民放連さんが101曲同時でやったらっしゃる方に出ておられて、はい、それも あるのにお願いをして、ダメで今年ということで、すいません、今日はやっぱり同じようなあれですけど、今度はこっちが表になりましたから、はい、はい、すいません、よろしくお願いいたします。負けるもんかってやつです。負けるもんかと思ってらっしゃるんですか。いつでもそうですよ。ラジオの放送ですか。サンデーソングブックの時とかもいつでも戦闘モードです。はい、すいません、よろしく。なんかでもいつもあの、他局の番組名をでございます。サンデーソングブックの時はもう一人語りではないですか。そうですね、はい、だからこういう聞き手がいるとちょっと面倒くさいなっていう感じですね。いやでもあの例えばアルバム出す時とか、はい、あのラジオプロモーションをやる時は必ずあのそういう、ね、パーソナリティの方いらっしゃいますから、はい、あの一人語りの方むしろ少ない方ですよ。なるほど、はい、ちゃんとあのこう聞いていただいていけば何でもお答えできる限り怖いけど、はい、お手柔らかにして今日だからあの本当は山下達郎様のような方をお迎えするにあたってすっごい準備をしようと思ったら、うん、山下さんの方からあの何もやらなくていいですよとお任せなさいと言っていただいたので、だって正直曲も何もない白紙の状態で私ここにいるんですが、去年のプレイリストを見たんですよね。あ、ありがとうございます。で今日も お昼のプレイリストをずっと拝見してますとですね、もうなんか私すごくここ来ていいのかなっていう、あのそういうなんか こう場違いかなって。いやもう山下達郎様が選んだ失恋ソングを聞きたい。そうですか。失恋ソングだけで2時間っていうのはやられたことありますか。ありませんよそんな。ああもうじゃあもうこれそんな後ろ向きな世界で最初です。後ろ向きなんでございますけども、今日はいろいろ選んでいただきました、はい、あのでまあ本当に、はい、あのどれぐらいこの番組の趣旨にですね、あのそぐった、かなったかあのものがあの提供できるか分かりませんけれど、はい、あのとにかくあの鉄頭鉄尾方角一辺倒でに見えますんで、はい、向こうにも優れた失恋ソングはたくさんございますので、はい、そういうものをで僕が自分でレギュラー持ってる番組がいわゆるその古い曲をかける番組なので、はい、あのだいたい50年代60年代70年代そういうあの、まあ、ここの番組聞いていらっしゃる若い方はまだ生まれてないねそういうような時代の音楽 を専門にやってる番組なので、それの延長であのやるとある程度のその分かりやすい解説ができるだろうと、はい、で今日はね、あのそれであの少し考えたことがあって、どうせだったらあのやっぱり外国曲特に英語の曲なので、あのそれだけかけても例えば内容がねどのぐらいあのどういうような失恋の内容なのかと恋の歌のどういうことが歌ってるのかってわからないんで、ぜひとも訳詞をですね、宇藤さんにあの語っていただこうと、プロの方に出たプロの方とかプレッシャーがそれでさりげなくかかる、そうすると情緒がですねより深まるんではないかと曲のですね、よろしくお願いします。結構じわじわとプレッシャーかけるのお上手でございますね、はい、すっごい緊張します。なんか急に熱くなったなと思ったら自分だけですか熱くなってるの。いや、まあ、お客さんはねあのこの時間からもうお帰りになっていて、実は質も下がってるはずなんですけどもね、宇藤さんものすごい汗かいてきましたねさあ、この時間もですね、はい、皆さんからのツイッター募集しております、ハッシュタグざんまい ZANMAI、ざんまいのハッシュタグをつけてつぶやいてください、すべて小文字となっております、山下達郎さんへもメッセージどんどんお伝えしていきますので、ぜひぜひ皆さんお寄せください。よろしくお願いします。これじゃあ今日、はい、あの達郎さんと呼ばせていただいても大丈夫でしょうか、はいはい、達郎さんの
曲もあの、はい、もちろんたくさんリクエストいただいてますので、はい、用意してますが、恥ずかしながら後ほどよろしくお願いします。恥ずかしながらってそんな、どういう構成でいきましょうか。まずは、まあ、あのそうしたいわゆるスタンダードって言いましょうかね、そうやってアメリカ の,、はい、あのアメリカ英米のポップフィールド の, そのスタンダード失恋ソングって言うんですか、はい、もうスタンダード中のスタンダードみたいな、そういう割と有名なところ、やっぱ NHK なので、はい、全国放送なのであの有名なところを持ってきまして、はい、でそれがをちょっとやって、それで邦楽で僕の好きなやつがちょっとあるので、はい、それをちょっとかけさせていただいて、あとは自分のちょっと、お時間までっていう感じですかね。あ、邦楽はじゃあご自分の曲じゃないないやつ、他の方の、やっぱ失恋、邦楽で失恋ソングですか。あ、それもじゃあちょっと楽しみ、趣味がいきなり変わりますから、それはこの落差を楽しんでいただこうという、ね、はい、あと失恋ソング三昧なので、はい、どうしても聞かなきゃいけない質問っていうのがあって、すごく、はい、まあ、あれいい質問かどうか分かりませんけど、はい、最近した失恋はどうなんですかとか聞いていきますけど、3回までパス OK なんですが、はい、まな板の NHK ですすみません、はい、じゃあ途中でそういうものも挟みながら、はい、伺ってまいります。お手柔らかにくれぐれも、はい、よろしくお願いします。じゃあ、失恋ソング三昧2018 with 山下達郎さん、はい、いろいろ考えたんですが、はい、まずそういうした失恋ソングのアメリカンポップスのスタンダードって言ったら、もう まずこれ第一にこれスタンダード中のスタンダード、うん、カントリーの曲なんですけど、はい、いわゆるナッシュビルの、テネシー州ナッシュビル、ナッシュビルはもうカントリーのメッカですから、うん、そこからのヒット曲で1962年、全米2位、もういわゆる失恋ソング、当時のは冷戦下なので、はい、大げさなんですよ、何でも。やっぱり危機感があるのでね。で、この歌も、タイトルが The End of the World、世界の終わりというですね。で、日本題はこの世の果てまでっていうね、全然関係ないタイトルになってるんですけど、でも、現代は The End of the World、どういう内容か、一つ、宇藤さんよろしくお願いします。はい。太陽はなぜ輝き続けるのだろう。波はなぜ浜辺へと打ち寄せるのだろう。それらは世界が終わることを知らないのだろうか。だってあなたはもう私を愛していないから。鳥たちはなぜ歌い続けるのだろう。星たちは
なぜ夜空で輝くのだろう。彼らは世界が終わることを知らないのだろうか。あなたの愛を失った時、すべてが終わってしまったことを。朝目が覚めると、なぜすべてのことが今までと変わらずにあるのか不思議に思う。私にはわからない。私はわかりたくない。毎日が変わることなく続いていくということが、私の心臓はなぜ動き続けるのだろう。私の両目はなぜ涙を流すのだろう。それらは世界が終わることを知らないのだろうか。あなたがさよならを言ったとき、すべてが終わったことを。大げさな歌でしょ。大げさで、でも曲と歌詞が何でしょう、うん、違う。あのカントリーソングってのは、ね、意外とね暗くしないんですよ、曲調を、うん、明るい曲調なんだけど、すごくあの悲惨なね、殺伐たる失恋の歌っていうのが多いんです。うん、それは南部のやっぱり特徴っていうか。あ、それなんで南部はそうなるんですか。気候でしょうかね、乾燥してるでしょ、うん、だからテックスメックスっていう言い方言いますけど、うん、テキサスとあのメキシコの国境みたいなね、はい、そこの辺の音楽っていうのはほとんどあのマイナーコードがないんですよ。 CFG しかない音楽ばっかりなんです。うん、だけど例えばバイバイラブなんていうね有名な曲がありますけど、もうすごく明るい歌なんだけど、バイバイラブバイバイハッピネスっていうね、そういうの、それたくさん、これなんかそういう、でもこれなんかかなりそういう意味ではメランコリーな、あのコード進行っていうか曲調ですよ。ね、確かに大げさですね。大げさでしょ。私の心臓はなぜ動き続けるのだろう。私の両目はなぜ涙を流すのだろうまで言ってますもんね。だまあ冷戦のやっぱり緊張感っていうかね、そういうのがありますよね。はい、この曲はね。達郎さんはこの曲のどういうところがお好きなんですか。やっぱこのあの誇張した表現。誇張した表現が好きなんですか。そうです。あとはまあそのいわゆるコード進行っていうかね。はい、あの和音のそのが僕好みなんです。ファイダーザさんゴーシャイニング、これ自分で歌えるでしょ。あ、ね、中学生の時はこれ、あ、いい歌だな。中学生の時ですか。そうです。へ、62年だから、これの時代はだから僕小学校5年ぐらいの歌ですけど、その頃は知りませんから、中学校入ったぐらいからそうやって洋楽に興味持ち始めた頃からに聴いた曲ですから、中学生の時これ聴いて、あの歌詞も分かって聴くってことですね。そうですね。どう、あの分かって聴くっていうか、まあ、意外と簡単な歌詞ですもん。それで、うーん、で、まあ、そういうあのそれカバーが多いんです。例えばリバプールサウンドの人たちとか、あのイギリスのロックバンドがこういう曲をカバーしてたんで、そういうものに見ると、その例えば音楽評論家の人がこの内容を書いてくれるんですよ。大げさな曲ですねとか言って。なるほど。あの中学校の時っていう話が出たんで、どんな中学生だったんですか。もうガリ勉の、あのガリ勉、ガリ勉でもないな、中学校はブラスバンドを始めたので、はい、勉強に少しあのおろそかになってブラバンのでドラムにもうつつを抜かして、ドラムドラムドラムの毎日。その頃に失恋したかどうかはまた後で聞くことにいたします。はい、すげえツッコミでですね、じゃあ、あのパッパッと始めいきましょうよ。今、はい、あの本当はあの訳詞を先にね言ってから曲をかけようとあれするんですけど、生番組なので段取りが悪くてすみません。こちら側です。私のせいじゃない。すいません、NHK。いや、慣れてますから大丈夫です。はい、慣れられるのもどうなんだろう、NHK。大丈夫です。はい、でも、何でもかけていいっていうのが NHK のいいところなんですよ。どういうことですか。だからこう、どんな曲でもかけられるっていうのはね、あのここで現代音楽かけても大丈夫だし、あのなんかものすごいアバンギャルドのかけても全然文句言われないけど、ね、民放だとやっぱりそれだとちょっとやっぱり大衆性がないとか、そういうことを言われるじゃないですか。NHKFM 天国ですよ。一切規制がない。へぇ、曲の応援。はい。いいんです、そんなことどうでも。次行きましょう。で、この曲は、あの、僕がやっぱり、高校生ぐらいの時に最も感銘を受けたね、あの、ジミー・ウェブっていう有名なアメリカを代表する、あの、作曲家がいるんです。この人、作詞もできるんですけど、はい、作詞作曲家。この人が一番最初に、あの、当たった曲の一曲で、グレン・キャンベルって、やっぱりこの人もカントリー系の有名な、この間亡くなっちゃいましたけど、グレン・キャンベルって歌手が1967年にあの歌って、これは68年のグラミーを取ったのベストボーカル賞で、でこれはいわゆるその恋人と別れて、あの LA から帰っていくっていうね、うちに帰っていく、そういうあのいわゆるストーリーテリングその歌で、フランク・シナトラがとにかく20世紀最高のトーチソングだって評価したこのストーリーを聞いてもらうと、すごくこのカントリーのアレンジにすごく合うので、あのまず訳詞をあの言ってからお聞きいただければと思います。読ませていただきます。はい、いいな。
僕がフェニックスに着く頃には彼女はもう起きて家のドアにかかった僕の置き手紙を見つけるだろう。僕は出ていくよというところを読んで彼女は笑うだろう。だって僕は今までに何度もそうしてきたんだもの。僕がアルパカーキに着く頃は彼女はもう働いているだろう。多分昼休みの時に僕に電話をくれるだろう。だけど彼女の耳に届くのは鳴り続けるベルの音だけ、それだけ。僕がオクラホマに着く頃には彼女はもう眠りについているだろう。ゆっくりと寝返りを打って僕の名前を低い声で呼んで、そして僕が本当に去っていったと知って泣くことだろう。だけど何度も何度も僕は彼女に伝えようとしたけれど、彼女には分からなかったんだ。僕が本当に出ていくということが。それでは By the time I get to Phoenix、 グレン・キャンベル、1967年の一曲。By the time I get to Phoenix, she'll be rising. She'll find the note I left hanging on her door. She'll laugh when she reads the part that says I'm leaving.'Cause I've left that girl so many times before. By the time I make Albuquerque, she'll be working. She'll probably stop at lunch and give me a call.But she'll just hear that phone keep on ringing off the wall. That's all. By the time I make Oklahoma, she'll be sleepingShe'll turn softly and call my name out low. And she'll cry just to think I'd really leave her. Though time and time I've tried to tell her so.She just didn't know I would really go. ということで、グレン・キャンベル、1967年の By the Time I Get to Phoenix という一曲であります。このジム・ウェブっていう人はね、作曲家の人は本当にこう女の、恋が成就しないって歌ばっかり作った人なんですよ。それもこの代表作なんですけどね。このこうやっぱりアメリカの広さっていうのかな、朝そのうち出てフェニックスに着いて、昼間にアルバカーキに着いて、それでオクラホマまで行くっていうね、それ一日かけてそうやって、要するにアメリカのこう同じ、多分車だと思うけど、電車かもしれないし、でもそのやっぱり距離感っていうか、そういうものがねよく出てると思います。なんでまたあれですかね、成就しない歌ばっかり作ったんですかね。そういう人たくさんいますよ。あ、そうですか。作詞家の人で、男の中島みゆきさんみたいな人ですね。で、今回山下達郎さんにお越しいただくというので、はい、アルバムを1枚目から聴かせていただいたら、はい、達郎さんの曲は割と幸せ、もしくは
あんまりないです。失恋じゃない、ソングそんなにない感じがしたんですけど、うん、気のせいですか。でもあんまり、肯定的でもないんです。全部肯定的でもないし、君が好きで君が愛してるみたいな、そういうのもあんまりないんですよ。あ、割とこう、なんていうかな、あんまり人間関係を歌うのが、あんまり苦手だっていうか、そういう、なこう、やっぱり雨とか風とか、そういうこう、都会の自然っていうかね、そういうようなものの方が、あんまり人間が出てこない。キリコの絵みたいなやつ。あそういうセンスかな。あんまりだからドロドロした人間の関係を歌いたくないって。なんでですか？それは現実で味わえばいい問題で、歌にするようなものじゃないっていう。そういう時代を生きたんですよ。そういう時代を生きた、うん、乾いた時代っていうかね。乾いた時代、うん、だからなんていうかな、10代の時はやっぱり割とこう正常が不安、正常不安とかそういうものがあったから、やっぱりそういう、こうだ、逆に平和な時代だとそういう、こうもうちょっとこうなんかディテールというか、その細かいところかな、感情の細かいところで見つめられるじゃないですか、はい、でも戦争がわーってなってる時ってそんなどこじゃないから、うん、もっとやっぱり歌にするのは違うことっていうか、そういううまく言えないけど、そういう、うん、まあ育った時代のせいですね。あとは日本のフォークとロックっていうか、そういうものが歌謡曲なんかと違う定勢をね、やっぱり提出していかなきゃなんないっていう、そういうやっぱ使命感があるから、だからこう甘い恋の歌よりももうちょっとなんかこうクールな乾いた世界を歌うっていう、なんかそういう意思もあったから、うん、歌謡曲じゃないものっていうのを目指すっていうのはどういうことかと、例えば言葉の面で言ったらそういうこと、あんまり何も言ってない言葉の方がいいっていうね、ちょっと話すの長くなるんですけど、はい、うん、もうたっぷり今日はお話しいただいて、一応2時間ですが後ろたっぷり撮っておりますので、はい、いいんですか私の話で、まあそれは後で、はい、はい、で続いて次の曲はですね、これも僕は本当に中学から高校にかけてものすごくやっぱり あのその当時のやっぱり歌詞という意味では代表する人はボブ・ディランで、あ、文学賞取っちゃいましたよね、はい、ソングライターなのに。でボブ・ディランの代表作ってのはいろいろあるんですけど、これも本当に有名な曲で、現代が Don't Think Twice It's Alright って言うんですけど、うん、まあ直訳するとあんまり考えないで大丈夫だからって言われるんですけど、放題はくよくよするなっていうタイトルついてるんですけど、でボブ・ディラン自身もこれ歌ってるんですけど、ピーター・ポール・アンド・メアリーっていうね、まあ当時の、はい、フォークのトリオが63年にこれベスト10ヒットで出したんです。でこっちの今聞く分には聞きやすいので、歌詞なんかも捉えやすいので、今日はこれ持ってきまして、これは本当に僕ね、中学から高校にかけてのこの歌、みんな、まあ、僕に限らずみんな男の子はこれ好きだったんですよ。へえ。でまあ後で申し上げますけど、まずは宇野さんのその朗読をお気になって曲を聴いていただいてから講釈対応と思います。はい。座って考え込んだってどうにもならないよ。いずれにせよ仕方がなかったことなんだ。座って考え込んだってどうにもならないよ。今の時点でわからないのならね。夜明けに雄鳥が時を告げる頃、窓の外を見てごらん。僕はいなくなっている。僕は僕が旅を、君は僕が旅を続ける理由なんだ。でもあまり考えないで、大丈夫だから。僕は長く孤独な道を歩んでゆく。どこへ行くかわからない。だけど、さよならなんて言葉はもったいない。だから、ただ、あばよとでも言おう。君が冷たかったなんて言うつもりはない。もう少し優しくして欲しかったけど、仕方がない。君は僕の貴重な時間を無駄にしてしまった。でも、あんまり考えないで、大丈夫だから。僕の名を呼んでも仕方がないよ。これまでしたこともないのに。僕の名を呼んでも仕方がないよ。もう君の声は聞こえないから。道をたどって行きながら思いを巡らしている。かつて僕は女を愛した。子供だと言われたけど、僕は彼女に僕の心を捧げたけれど、彼女は僕の魂を欲しがった。でもあまり考えないで、大丈夫だから。ピーター・ポール＆メアリー、1963年の Don't Think Twice, It's All Right。
ain't no use to sit and wonder why, babe. It don't matter anyhow. And it ain't no use to sit and wonder why, babe. If you don't know by now, when the rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. Don't think twice, it's all right. It ain't no use in turning on your light, babe. It ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. Still I wish there were something you would do or say to try and make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway, so don't think twice, it's alright. I'm walking down that long, lonesome road, babe. Where I'm bound, I can't tell. But goodbye is too good a word, gal. So I'll just say fare thee well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. Sort of wasted my precious time. I don't think twice, it's alright. It ain't no use in calling out my name, gal, like you never did before. It ain't no use in calling out my name, gal. I can't hear you anymore. I'm a thinking and a wondering all the way down the road. I once loved a woman, a child I'm told. I gave her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's all right. ピーター・ポール&メアリー、1963年の Don't Think Twice, It's All Right、 ボブ・ディランの普及の名作。これは山下達郎少年はこの、まあ、歌詞で言うとどのあたりに、ね、いろんなところがあるんだけど、はい、なんつってもね、この僕は彼女に僕の心を捧げたけど彼女は僕の魂を欲しがった。 I gave her my heart but she wanted my soul っていうね、うん、これがね、やっぱ子供に響いたの、少年に。でも中学生ですよね。いや、まあ、どう響いたんですか。いや、だからやっぱりこの背伸びしてるじゃないですか、それ。あ、だからやっぱりそういうこう自意識が出てくる年齢じゃないですか、うん、16、7のね、多感な少年、うん、でやっぱりその恋もしてるし、はい、全然成就しない恋ばっかりしてるし、はい、ね、そういう。でもこれは、はい、女の子から離れていく、さっきのバイオタイムアイゲットフェニックスもんだけど、男が女の人を捨てるっていうかね、女の人から離れて独立、はい、まあ、これ心の独立っていうか精神的な独立、なんか、うん、さよならなんて言葉はもったいないから、ただアバよっていうね、グッバイズトゥーグッドワールから、そう、I just say fairty well っていうね、こう、そういう英語を勉強し始めの頃って、なんかかっこいいなみたいなあるじゃないですか、それ。なるほど。こういうご経験もあったんですか。僕は彼女に僕の心を捧げたけれど、彼女は僕の魂の方を欲しがった。まあ、例えば私とレコードとどっちが大事なのみたいなのあるじゃないですか。まあ、その場合はどうお答え。もちろんレコードだ。そうか、それはちょっと、まあ、女子的にはアウトですね。だから、まあ、それ縁がなかったってことですよね。そんなに。レコードといえば、なんか音がについて、ツイッターでもですね、音質変わったなというなんかちょっとハテナマークをつけたつぶやき多かったんですが、広島県の真珠の豚さんからも質問のメールが来ております。達郎さん、やっぱり達郎セレクトの曲はすべていつものラジオ用リマスターしているのですか。はい、してます、はい、NHK は特に創出技術が優れてるのでよりいい音になります、はい、ということです。皆さん、疑問は解決したでしょうか。はい、よかった。さっき NHK の、 出だしがあれだって言ってたから
いやすごい音の品質褒めてもらってよかった。いいですよ NHK は本当に、はい。さっきあのその話の途中だったけどレコードが欲しい、レコードの方を取ったんですね。はいはいって言われてもなんか話が続かないんでございますけど、ね、すみません、はい、じゃ あ, まあ次の曲に行きますか。ちょっとあの午後昼間からなんかだいぶ新規臭い曲ばっかりなので、あの明るいやつ、あ、うん、いい明るい、ティーネージポップ、はい、歌っているのはゲイリー・ルイスっていう人でね、はい、あの俳優のジェリー・ルイスって人の息子で、ジェリー・ルイスとディーン・マーチンで、あの底抜けコンビであれですけど、まあ、ゲイリー・ルイスこの人はまあアイドルだったんですけど、1965年の曲で、はい、全米4位で大ヒットなんですけど、あのとっても明るい曲調なんですけど、 Everybody Loves a Clown っていう、うん、あのピエロが自分は要するにまあ同系なんですよね、あのいるでしょクラスで、はい、おちゃらけして、はい、でもあの子が好きなんですよ、うん、なんだけどあの子はそのおちゃらけた自分が嫌いなんですよ、うん、でどうしていいかわからないっていうね、これがとってもで私が言ってもなんかすごくあの深みがないので、宇藤さんの朗読で一つよろしくお願いします。はい、みんなピエロが好きなのにどうして君はそうじゃないの？みんな僕の言うことなすことを笑う。みんな僕が来るのを見ただけで笑う。けど君は笑わない。家に走って帰ってしまう。みんなピエロが好き。なのにどうして君は違うの？ピエロだって感情があるのに。君のいるパーティーの席でおちゃらける。でも君は笑わない。見てくれない。気にも留めてくれない。このピエロがどうして泣いているかって気になったら、ほんの少し近づいて、辛い心の中を見ておくれ。もし君が僕と同じような同化なら、恋することは大変だってわかるよ。君を好きだってどう言えばいいかわからない。だってきっと君は微笑みながら、ジョークを一つ二つって言うだろう。そうさ、僕はピエロ。でも、ピエロなんかになりたくない。君はどうして僕の別の面を見てくれないのだろう。これからも傷ついた心で道化役を演じてゆく。君への愛を夢見て、でもどこから始めればもわからぬまま。ゲイリー・ルイス&プレイボーイ、1965年の Everybody Loves a Clown。
ゲイリー・ルイス&ザ・プレイボーイ、1965年のエブリバディ・ラブ・ザ・クラウン、放題涙のクラウン、はい、こういう企画やってみたかったんですよ、前から一度でいいから。どういうやったことを朗読して、はい、曲かけるってやつ。あ、自分で朗読するとなんか間抜けなん。そうですか、うん、いつもサンデーソングブックで聞かせて、もう本当にこんなの自分でみんなピエロがすると恥ずかしくて、本当ですか。なんかもっといいアナウンサーいっぱいいたのですいません、私で。でも頑張ります。27年の修練の成果がちゃんと出てます修練の成果、はい。これでもこの曲の歌詞なんですけど、うん、この日本語の歌詞を見ると、うん、さっき達郎さんがおっしゃったのと違う解釈をしてしまいまして、うん、この女の子の方は、うん、そのピエロ同系役のクラスの子がみんなが笑われるのを見て、彼女だけ笑わないで家に走って帰ってしまうわけじゃないですか、うん、でみんなはこうおちゃらける彼を見るけど、笑わない見てくれないわけじゃないですか。だから本当はその同系にならなくていいのよっていう風に彼を見ていたんじゃないですか。別にそんな興味ないよっていうことじゃなかったっていう。でも男の子はそうは思ってないからね。やっぱり自分がそうやってなんていうの、いわゆるクラスの同系だから、だからそうやってやっぱりなんていうのかな、彼女は自分には興味を示してくれないんだという具合に男の子は解釈してるんだと思うけど。男からの見方と女からの見方の違いですかね、それ。違いますね。はっきり言えばいいのにな。なんで言えないん。言えたらやってますよ、それ。でも、こんなに傷ついて、勝手に自分で傷ついて。いや、でも、中学生とかの心情ですよ、これって、男の子の。はい、それでわざとなんかこうね、派手な、言動をしてしまうっていうか。ああ。うん、そういうタイプでしたか。そういうタイプでした。どっちかというとクラスでわーっとこう騒ぐ方の。そうですね。全然内向的じゃなかった。お調子者だったですね。お調子者ってどのクラスで、なんかガキ大将的な学級委員長みたいなとか。学級委員ですね。あと同化者役とか。そういうんじゃないですね。やっぱりその、うん、学級委員ですね、やっぱり。あ、学級委員で、じゃあスカウトめくりとかしないぞ。しませんよ。しませんよ、ね。してても言えないですよね、今更だとしてもね。しません、そういうとこは地味です、はい。あ、そうですか。じゃああんまりこう、この人と一緒で、ズバッと告白したりとかっていう思い出。僕のなんかこう、やっぱ心情をすごくこう、反映してる歌だと思ったんですよね。うん。僕、ね、そういう、女の子にやっぱり、距離感っていうかね、そういうものをね、はいはい、これからもちょいちょい突っ込んでいきますけど、はい、どうぞ。出入り禁止とかになりたくないんで、嫌になったらパスって言ってください。はいはい、すぐ引っ込みますので。はい、大丈夫です。はい、どんときなさい。はい、どんときなさい。ありがとうございます。さあ、続いての。でですね、はい、やっぱり今のは本当にティーネイジャーのその心情を歌ったような歌なんだけど、やっぱり僕ぐらいの年になると、やっぱり20代、30代じゃなくても、僕ぐらいの年になると、やっぱりこう、大人の、やっぱり、別れとか大人の出会いとかそういうものがやっぱりそういう歌にやっぱ着目する年齢になる時があるんですよ、はい、そういうようなもののやっぱ代表作で、歌ってるのがエッタ・ジェームスっていう非常に有名な黒人シンガーなんですけど、1967年の、ね作品なんですけど、これはね、2008年にキャデラックレコードっていう映画がありまして、はい、シカゴのチェスっていう有名なレコード会社のそこにこのエッタ・ジェームスが所属してて、そこでこれをリリースしたんですけど、で映画ではビヨンセがこのエッタ・ジェームスの役をやってこの歌を歌ったんです。でこれはいわゆる失恋のラブソングとしても本当に有名なやつで、I'd rather go blind っていう、むしろ盲目になってしまいたい、はい、なぜ盲目になってしまいたいかという、歌なんですけど、そういう、またよろしくお願いします、はい、もう終わったんだと分かったの。あなたと彼女が連れ歩いているのを見たとき、私の魂の深いところで何かが私に言った。お泣きなさいと。私はむしろ盲目になってしまいたい。あなたが私から去っていくのを見るくらいなら。わかってるでしょ？どんなにあなたを愛しているか。だから、あなたが去っていくのを見たくないの。何よりも私は一人になんかなりたくはないのよ。私はただ、座って思い出していた。あなたのキス。あなたの温かい腕を。今、唇に押し当てたグラスの反射が、私の頬を伝う涙を映し出したとき。ベイビー、むしろ盲目になってしまいたい。
あなたの去っていくのを見るくらいなら、ベイビー、私はむしろ盲目になってしまいたい。エタジェム、1967年の I'd rather go blind。ジェームス、I'd rather go blind、あの映画の中のビヨンセの歌も素晴らしいんです。たくさんカバーがあるんです。これ名曲でね、いろんな人がやってるんです。これレコーディングは南部で、あのアラバマでレコーディングされてるんですけども、リリースしてる会社はシカゴの会社なのでね、そういうあれですが、まあ別にあのそういう話今日はしませんから。いやいや、あの達郎さんはこういう、あ、いいなと思った曲っていうのはご自分で歌ったりされるんですか？歌いませんよ、こんだけ難しくて。とても、ああそうなんですか、達郎さんをもってしても。いやいや、あの絶対手出しちゃいけない曲ってあるんです、世の中に。絶対手を出しちゃいけない曲ってどういうんですか？ジョージア・オン・マイ・マインドとかね。聞いてみたい。あれは世界で一番難しい歌の一曲ですね。あのホーギー・カーマイケルって人ありますよね、スターダストとか、うん、あのジョージア・オン・マイ・マインドもホーギー・カーマイケル。ホーギー・カーマイケルの歌はね、また鬼門ですよ。香港ブルースとかね、スターダストも難しい。だからザ・ピーナッツのスターダストは本当にすごいと思う。でもそういう、あの、ホギカンマーケル、あとコールポーターは難しい。まあ、コールポーター、I've got you under my skin とか自分で歌ってますけど、あの、とにかくジョージア・オン・マイ・マインド。あれはもう一番世の中で難しい曲の一曲。ジョージア、ジョージアってこの間どうするかっていう、ね。間がすごいあるんですよ、はい、曲のね、はい。今のだから、I'd rather go blind とかもメロディーの定型っていうのが、なんていうのかな、合ってないようなもん、曲なので。はい。だからそういう、こう自分の、要するに、その崩し方をどうやって組み立てていくかっていうのはものすごい難しいから、なんだかそういう曲には手出さない。ジョージアと次のジョージア、ジョージア、ジョージア、そこの間が難しい。うん。うん。いや、じゃあまあ、今日キーボードとか持ってきたいので、ええ、あれですけど、実際にや、あのギターとか持ってきれば、あの、そういう具体的なことを、あの、いつ差し上げるけど、今日ちょっと楽器持ってくるの忘れたんで。それはもう聞いたら分かるんですか、これはもう挑戦してはいけない曲であると。あの若い頃は何でもかんでもなんか手を出しましたよ、はい。だけどやっぱりそれはこれは無理だなってね。へすごく難しい。
あとは僕演歌とか全然ダメなので、はい、なんでですか。いやもう全くあの演歌 の, あの情緒っていうものに僕がだからさっきも言ったように乾いてるから声が、あ声がそういう悲しみが出ない演歌の持ってるね、うんそれのものに手出さない。一回も歌ったことないですか。ありませんね。カラオケとかで。ありません、ね、演歌、ええ、ないないですね。あのもう自分で歌ってて情けなくなるもん。え、だからどうしてもカラオケで邦楽を歌わせられるときは上を向いて歩こうにしますね。あ、上を向いて歩こうだったらあの割とその情緒に近づけるかなっていう。そんなに器用なシンガーじゃないですよ僕。本当ですか、ええ、あのコンサートとか聞いてると思う。いやそれは自分の得手でやってるものだから。あ、だからシンガーソングライターってみんなあのシンガーソングライターって自作自演っていう意味では、まあ、例えばアーティスティックとかクリエイティビティとかあるかもしれないけど、逆に言うとあのそういうなんて自分の得手だけでできるから、うん、あの逃げが効くっていうのかな、そういう、うん、あのこううがった見方もできるんですよ。あ、うん、でもやっぱり歌手の人って作曲家が書いた曲をどう表現するかっていうあるでしょ。だからアメリカのスタンダードって完全に分業で作詞か作曲か、そして編曲か演奏か歌手じゃないですか、はい、だから作曲家は歌手歌わないから、作曲家の定義ってのは歌わない人なんですよね。だからお前にこれが歌えるかっつって曲を渡すでしょ。それを歌手は堂々と歌うでしょ。そうすると今度もっと困らせてやろうっつって、だからスタンダードナンバーって変な転調とかね、変な弾き方の曲がたくさんあってもう恐ろしいですよ。でも曲提供されることもあるじゃないですか。うん、だからなるべくやっぱりそういう時は歌いやすい曲っていうか、そういうものを務めます。はい、その人のキャラに合った曲。へー、うん、あのこれ何歳の時からお聞きになってらっしゃる曲ですか。今のあれですか。それはもうあの日本でほとんどレコードが出てなかったんで、高校ぐらいですかね。クラレンス・カーターっていうあのやっぱり盲目のシンガーがいまして、うん、その人のアルバムに入ってる曲が一番最初ですけど、エッタ・ジェームズさんなかなか出なかったから日本でレコードが、だからそれは20代です。その頃に聞いた時の感覚と、何十年も引き続き聞いてらっしゃるわけですよね。なんか変わってきたりするもんですか。やっぱりシンプルな曲ですから、逆にシンプルなゆえにね、そういう初めはなんかどうってことない感じなんですけど、だん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 やっぱりその声の持ってるその悲しみの形とかそういうものが見えるようになってくるんですよね、年取ってくるとね。そうするとやっぱりこうあの他の人のバージョン一番好きなのはね、やっぱり同じところで録音されてるスペンサー・ウィギンスっていう黒人のシンガーで一曲もヒット曲持ってない人なんですけど、うん、この人のベストなんですけど、でもまあアイドラザーゴブラインドって言ったらもうエッタ・ジェームスってもう今それいうぐらいになんていうの定番になってますから、評価が定まってるんで。前からあのラジオ聞きながらあの伺いたいと思ってたんですけど、ね、そのありとあらゆる流れ出るような情報っていうのは何もメモもされてませんけど全部頭に入ってるんですか。全部はじゃないですよ、好きなものしか入ってないですよ。それ頭に入っている数つらつらつらって出るのすごいです。だって それしか、だってあのそれが僕の唯一の趣味なんですもん。花の名前とか魚の名前とか何も分かりませんからね。花の名前、花の名前なんか全く分かりません。チューリップとかですか。あ、チューリップぐらいは分かりますけど。すいません失礼しました。今も庭に植えてある花水木と山帽子のどっちが花水木で山帽子はまだ分かりません。あれ、あ、そうですか。まあ、花の魚見たらみんなヒラメだとか言ってるし、白身の魚見たらね、いつもバカにされます。魚の名前と花の名前よりはじゃあ音楽を教えていただく方が我々はありがたいでございますけれども、はい。すいません。すいません、変な質問して。まだ大丈夫、まだセーフですか。大丈夫ですか。大丈夫です。全然大丈夫ですよ。もう一曲。じゃあこれももう超有名な曲でマイケル・ジャクソンのね、1980年のあの、はい、アルバムでオフ・ザ・ウォールって僕はこのアルバムが一番好きなんですけど、これからシングルカットするとこれは全米10位なんですけどミリオンセラーなんですよね、うん、でこの曲ねすごく有名な曲、なんで有名かっていうとマイケル・ジャクソンの最後にねもう歓喜を持って泣いちゃうんですよ歌の中でね、はい、で何回も歌い入れしてるんだけど何回も泣いちゃうっていうね、うん、そういうクインシー・ジョーンズの談話が残ってるっていうか、うん、まあ本当に感情移入の激しい人 で、ええ、でマイケル・ジャクソンはこの後にあのスリラーが出てきて、はい、あのなんていうのいわゆる日本だとどっちかというと歌よりもダンスの方がね、うん、やっぱりあの多く語られるけどマイケル・ジャクソンは本当に歌のうまい人だよね、うん、なんでやっぱりその心の入れ方っていうかそういうことがもう本当にこの時代から優れてたっていうそれのまあ証明ですよね。だから曲よしアレンジよし歌よし、うん、そういうあれだと思います。歌詞読ませていただきます。あの子が消えた、あの子がいなくなってしまった、僕は泣くべきなのか笑うべきなのか、
生きるべきなのか死ぬべきなのか、ナイフのように僕の心を切り裂く。あの子が僕の人生の中から消えてしまった。僕の手に負えない。もうどうすることもできない。彼女がここにいた2年間のことを考えると、僕は彼女を利用してしまった。自分だけキザなふりして、その結果がこれさ。彼女は僕の手からすり抜けてしまった。愛とは所有するものじゃないんだね。愛は待っていてくれるものでもない。愛は表現することが必要なのさ。でも今さらそれが分かってももう手遅れさ。あの子はいなくなってしまった。あの子はもう僕の人生の中から消えてしまった。優柔不断と罰当たりなプライドが彼女への愛を奥深くに隠してしまった。それがナイフのように鋭く僕を切り刻む。もうあの子はいなくなってしまった。辛い歌。マイケル・ジャクソン、1980年の She's Out of My Life。
マイケル・ジャクソン1980年のアルバムオフ・ザ・ウォールからのシングルカット、ミリオンセラーのシーズ・アウト・オブ・マイ・ライフ、トム・バーラーという、ね、優れた作曲家の作品ですね、うん、22歳ですってこれマイケル・ジャクソンが、へえ、なんかあの映像付きで歌ってらっしゃるのを拝見したんですけど、すっごい若いし、うん、なんで肩を落として小さくなって歌ってる感じがして、すごく刺さったんでしょうね、これを泣かずして歌えないと、まあ、ね、まあ、やっぱり友達のいない人でしょ、うん、やっぱり純粋バイオの芸能人だから、うん、マイケル・ジャクソンってのは本当に歌うまいしね、才能ある人なんだけど、でもやっぱアメリカの芸能界ってのはそういうものをそう、もう地獄の豪華で焼いちゃうっていうか、うん、そういうなんかこうあのなんかあんまりいい表現がないけど、かわいそうだなっていうね、もっとちゃんと大切にそのアメリカの芸能界が守ってあげれば、もっと素晴らしい作品生み出し続けてね、うん、やれたのにって思うんだけど、やっぱりそれをやっぱりスキャンダルとかいろんな形でやっぱりこうなんていうのかな、歌詞とかそれからあのダンシングの才能も素晴らしいのに、そういうのを結局なんていうの、あの全然関係ないことでこう潰していくっていうか、うん、それはね本当になんか見てて辛いっていうか、アメリカの芸能界怖いなって思う日本の芸能界は大丈夫ですよ、余計なこと聞かないようにしようあのマイケル・ジャクソンの歌がうまいっておっしゃいましたけど、あのどんなところですか、もう少し詳しく山下達郎さんから見てマイケル・ジャクソンのやっぱりあのな悪い言い方すると、あの革命自死ってあるじゃないですか、うん、あの本当にあのこうあれいわゆる芸能一家でね、はい、親御さんがやっぱりそうやってなんていうの芸能界に出す一番、それで最年長で志望の一番才能のある子だったんで、もうそれこそあのそうやってこう それこそなんていうの DV もどきで育てて芸を仕込んで、うん、ね、あれしたんだから、そういう、まあ、やっぱり中でやっぱり自分の表現っていうのをあの見つけていかなきゃなんないっていう、そうい こう本当のいわゆる芸の原点、だそういうこう民主主義とかそんなものと関係ない昔ながらの芸事の原点、うん、だから我々の時代だと例えばそういうこうあの三味線とか芸妓さんとかそういうものの、あのそういうやっぱりこうあのなんだろう、そういう中からこう掴んでいくっていう、うん、本当の芸事、うん、だから我々みたいな甘えが一切ない、うん、どっちの方が優れて、いやそれはだから人間の幸福とは別物ないから、それは、あ、うん、だから芸っていうもののやっぱ業っていうか、そういうものはそういうあのなんかいわゆる普通 の, あ の, なんていうの生活の常識とか道徳観とか倫理観とかそういうのとは全く関係ないものだから、だそれは結果論であって、だそれでつかむ人もいるし、つかめない、それでもつかめない人もいるし、それはね、なんかじゃあやっぱりそういう芸事の質を求めようとしたら、あのそういう風になるんですかね、厳しいとか、うん、まあ、今で言うところ の, その個人のサーカスとかそういうものですよね、昔のやっぱり玉乗りとか、ね、曲芸とか、だから あんまり言っていい話か分かりませんけど、例えば相撲とかそういうものもそれに近いものがあったわけですね、昔は、ね、まあ、厳しい稽古の中で、それで本当にこうそれじゃないと築き上げられないものみたいな、ね、はい、そういう、まあ、それがいい悪いじゃないんですよね、いい悪いと別のことなんですけど、うん、決してそれがいいとか悪いとか言ってるんじゃないんです、達郎さんがマイケル・ジャクソンの環境だったらどうされますか。いや逃げ出した本当ですか。でもあの結果も分かってるとして、結果世界中を感動させるようなあの歌手になるっていうことも分かっていて、今をここを耐えてくださ い僕はだからそうい こうスター願望みたいなものは本質的にない人間なんで、あの物を作るっていうことは好きですけど、歌うことが別に嫌いじゃないですけど、やっぱり本当に好きなのはなんか物を形づく、何にもないところからこう粘土細工みたいにして曲を作ったり、そういうことが好きでこの、あの仕事してるんですよ。だから本当は作曲家とか本当はレコードプロデューサーになりたかったんですよね、うん、人の才能にプラスアルファするっていうことがすごく僕はやりたかった仕事なんで、うん、だから本当は自分がだからこうやってピンスポット浴びて真ん中あれして自分 あのパフォーマンスするとか、そういうことがあの最終目的は本当はなかったんですけど、でも本当に幸運なことにあのそれが今許されているので、それが続けられているというのは本当にそれも幸運なことなんですけど、でも若い頃はもうちょっと裏方っていうか、そういうものの方が自分には合ってるってね思ってあの生きてたんですけどね。それはみんな許さないでしょう山下達郎さんが歌わないっていう、それ結果論ですよ
今はどうですか、そのプロデュースもしながらも。いやもう今はやっぱりこれがなんていうのかな、これでやっぱり一生現役でやれるように努力しようとは思ってますけどね。ピンスポット浴びるのが全然好きじゃない人が、はい、60歳超えても、うん、ピンスポット浴び続けるわけじゃないですか。それはどういう心境なんですか。それはやっぱり求めてくださるお客さんがいるとか、例えば越路吹雪さんなんかはやっぱりそういうステージフライトって言うんですけどね、そういうステージ出てくることをステージフライトって言うんですけど、やっぱりそうやって人という字を飲むとかね、あるじゃないですか。それでやっぱりすごく怖がってね、まあ、伺った話ですけど、岩谷時子さんが背中ボーンと押すとその年のツアー、あの要するにショーが始まるっていうね。あ、うん、それまではすごく出たくない出たくないって言って、そうやってそういう人多いですよ。でもうーん、そういうのあるんですか。僕はないです。スルスルっと出ていく感じですか。そういうなんか晴れ時計みたいなのをなるべく作らないようにしてる。でもステージって晴れ、いやでもそういうことをなるべく日常から入って日常へ抜けていく。だから始まる前にあのシュプレヒコールみたいなの絶対僕のところでないし。なんでですか。あのその嫌いなんですよ、日常と晴れを変えたくないと。変えたくない、そういうことです、はい、なぜですか。なぜと言われてもね、すいません、うん、なぜなぜで。お祭りとかそういうものがあんまり好きじゃないし、祭りの後が寂しいからかもしれないですね。そうですね。だからなるべくフラットというか、まあ、かっこいい言い方ですと平常心というか、うん、あのね、そういうものをなるべくキープしたいっていう。あの平常心がなんか失恋ソング三昧じゃなくなってきて、山下達郎さんを問い詰める回みたいになってすいません。平常心じゃ一番なくなるときってどういうときですか。いいレコードにあったときとか、そういうの。いや、あのうまくレコーディングが進まないとか曲ができないとか、そういうときですかね。あ、そういうときに一番こう平常心が乱れる。それは仕方がやっぱりあの修行が足りませんね、まだね。さあ、どうしましょう。洋楽も、あ、いやいや、もっとお話も伺いたいんですけど、もう一曲かけますか。曲かけないとみんなに怒られる。山下達郎さんが来て選んでください。失恋ソングというとやっぱりそのなんていうのかな、恋愛あれですけど、例えば結婚した後のそういうこう夫婦のあの問題とか、そういうね、あの歌もたくさんあるんですけど、これは傑作のそういう中のあれです、あの一曲だと思うんですけど、バート・バカラックというね、はい、やっぱりアメリカの大変有名な作曲家で、この人のパートナーハル・デイビッドってこの間亡くなっちゃいましたけど、はい、この人の各詩はそういう愛の悲しみみたいな歌がたくさんあるんですけど、その中のやっぱり代表作で A House is not a home っていうね、うん、うちは家庭でないっていうタイトルの曲で、うん、これもともと1963年にディオン・ワウィックがレコーディングしたの最初なんですけども、1981年ルーサー・バンドルスってこの方も亡くなっちゃったんですけど、大変人気のある黒人シンガーですけど、この人のファーストアルバムに入ってるこのバージョンがもうとにかくハクビなんですよ。ちょっと長いんですけど、あのこれあの朗読していただいてお聴きいただくと結構来ると思います、はい、我々の世代には特に。椅子は椅子さ、たとえそこに座る者が誰一人いなくなっても。でも椅子は家じゃないし、家が家庭だとは言えない。そこに抱きしめてくれる人もなく、お休みのキッスをする相手もいなければ。部屋は部屋さ、たとえ陰気さだけになってしまっても。でも部屋は家じゃないし、家が家庭だとは言えない。僕ら二人が遠く離れ、その一方が傷ついてしまったとしたら。時々僕が名前を呼ぶと、突然君の顔が窓から現れることもある。でも、そんなの馬鹿げたゲームさ。終わる時には涙で終わるものなんだ。ダーリン、分かっておくれ。たった一度の過ちで僕らの中を終わりにしないで。一人生きる気など僕にはない。この家を家庭に戻そう。僕が階段を上り、鍵を回したら、どうかそこにいて、まだ僕を愛していてほしいのさ。ルーサー・バンドルス、A House is not a home。
chair is still a chair, even when there's no one sitting there. But a chair is not a house, and a house to hold you tight, and no one there you can kiss goodnight. Oh, it's still a room, even when there's nothing there but gloom. But a room is not a house, and a house is not a home when the two of us are far. Now and then I call your name, and suddenly your face appears. But it's just a crazy game when it ends. Pretty little darling, have a heart. Don't let one mistake keep us apart. I'm not meant to live alone. Turn this heart. That you're still in love with me, yeah. I'm not meant to live alone. Turn this house into a home. I climb the stair and turn the key. Oh, please be there, still in love. I said, still in love. Still. Are you gonna be in love with me? I want you and need you to be, yeah, still in love with me. Say you're gonna be in love with me.
It's driving me crazy to think that my baby couldn't be still in love with me. Are you gonna be, say you're gonna be, are you gonna be, say you're gonna be, are you gonna be, say you're gonna be? Well, 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 well. Are you gonna be, say that you're gonna be, still in love with me? ルーサーバンドの1981年のハウスイズノットアホーム、よく考えたら僕これあれです、サウンドストリートのレギュラーやった時にかけたんですよ、それを思い出しましたね。うまいって今おっしゃいましたけれども、どういう、うまいものはうまいんですよ。なんかあのプロから見るとどういう声とかあるのかなと思って、素人はあーいいわとか、綺麗だわとか同じですよ、あ、そうですか。それ表現の仕方がないわとかね、うまい、ないわっておっしゃるんですね。あの周りみんな関西人なので、あ、ないわっていうことです、この歌詞は、あの愛がないと家庭じゃない、家は家庭じゃないっていうのはありますけど、ダーリン分かっておくれ、たった一度の過ちで僕らの中を終わりにしないでっていう、だから過ちが一回あったっていうことでございますよね、奥さんがうち出てちゃったんですよね。そうでしょうね、過ちはだから男性の方が起こしたっていうね、聞きづらいけど一応なんか歌詞の流れであんまり、だからあのあんまりね、そうやってこう詰めて考えない方がいいですよ。あ、そうですか、惜しい、聞けそうだったのにな。あんまり聞くとなんかあれかな、あんまりこういう過ちとかはないですよね。ないですよね、はい、誰にでも聞いてるんでしょそれ。ええ、はい、一応だから失恋、普通の時だと NHK のアナウンサーとして聞いてはいけないというか聞かないことにしてるんですけど、失恋ソング三昧なので、こういう歌詞のような経験が、選んでくださったあなたにもありますかっていうのはこう常識的な範囲で聞いていこうかなと思って今そういう質問させていただいたんですけど、どうですか。パス1 パス1ですね、はい、パス1使いました、はい。